世界で使えて便利で安心。ビザデビットは海外でも優秀すぎた。旅行や留学など海外へ出る機会も増えてきた今日この頃、世界各国でもキャッシュレス化が進んでいます。行く先でカードは使える？どれぐらい現金が必要？と支払い方法を事前に調べる方も多いのでは。今回大学3年生になった新田がオーストラリアに短期留学することになりました。限りある予算で上手にやりくりするためにビザデビットの利用を考えているようです。金村新田、大学3年生。お調子者で甘え上手な20歳。スマートでしっかり者の兄ハヤトに憧れている。大学入学時はズボラ家系だったが、ハヤトに教えてもらったビザデビットを使いこなしてやりくり上手に。この夏は貯金したお金でオーストラリアへ短期留学の予定。金村ハヤト、27歳、社会人5年目。大学生の頃から一人暮らしをするなど、しっかりした性格で家計管理もバッチリ。面倒見のいい性格ゆえに、これまで多くの人の生活をスマートにする手助けをしてきた。長く付き合っていた葵と結婚し、公私ともに充実した生活を送っている。新田は2年前に兄の隼人からビザデビットを使った家計管理のやり方を教えてもらいました。以来見違えるほどスマートな生活を送れるように。そんな新田が新天地でのチャレンジをすることになったようです。でっかいリュックともおさらばしてサコッシュ派になったし、支払いは現金じゃなくビザデビットになったし、俺もスマートな大学生になりつつあるな。しかも今年はなんてったって海外留学にも行っちゃうもんね。ま、予算的に短期だけど、とはいえ自分で貯めたお金で留学に行けるなんて俺すごくね。大学入学直後のズボラ時代には思いもしなかったな。留学という夢が叶えられたのも兄ちゃんとビザデビットのおかげ。ありがたやありがたや。空港のロビーで一人ご機嫌な表情でくつろいでいる新た。おや、急に不安そうな顔になりましたよ。一体どうしたのでしょう。海外の買い物や食事もビザデビットを使おうって思っていたけど、本当に使えるのかな。今になって急に不安になってきたぞ。兄ちゃんがビザデビットを忘れんなよって言ってたから、多分大丈夫なんだろうけど。お、搭乗が始まった。行かなきゃ。新田は搭乗口に急ぎます。集まり始めた客の列に並び、ボーディングブリッジを渡って飛行機へ。いよいよ留学生活の始まりです。おー、長いフライトは疲れるな。それにちょっとお腹も減ったぞ。気になってたカフェのハンバーガー食べに行っちゃおうかな。とその前に荷物をピックアップしなきゃ。キャリーバッグを引き上げると、新田は空港からシドニー市内へ移動するため電車に乗ることにしました。お、ビザのマークがついてるぞ。ってことはここでもビザデビットが使えるってこと？タップオン&タップオフっていうポスターも貼ってあるから、もしかしてタッチ決済ができるのかな。ここにタップヒアって書いてあるな。僕のビザデビットにタッチ決済対応マークがついてるから、カードをかざすだけで電車に乗り降りできるってこと？これは便利だな。まずはチャレンジしてみよう。恐る恐るビザデビットをかざしてみると、お、できた。しかもスマホに通知が届く。感動。よし、これでビザデビットが海外でも問題なく使えるってことが分かったぞ。じゃあ現地の美味しいものを食べに行こう。市外に到着し、早速お目当てのカフェを探す新田。さっきビザデビットは使えたけど、いざという時のために一応現地の通貨も持っておこう。 ATM を見つけた新田は現地通貨を下ろすことに。日本で兄ちゃんに現金を下ろした時に驚かれたのを思い出すな。
でもこればかりは仕方ない。ん？ここにカードを入れるんだな。現地通貨を下ろすのにもビザデビットが使えるのか？ウィズドローを押して口座を選んで。金額の入力画面が出ました。すごい！これは帰ったら兄ちゃんに報告だ。現地通貨も手にした新はお目当てのカフェへ向かいます。あったあった、頑張れ俺、海外飲食店デビューだぞ。さあ英語で注文するんだ。ドキドキと緊張しながらカウンターで店員に注文します。ハンバーガー&カフェプレース。前の人が何も言わずにタッチ決済していたな。ここにタップすればいいんだな。決済端末にカードを近づけます。ふぅ、できた。ありがとうピザデビット。注文して支払いをする。このミッションをビザデビットとともにクリアした新は出てきたハンバーガーを見て感動の表情です。さあ食べるぞ、いただきます。あー、うまい。しかもボリュームたっぷり。オーストラリアに来たって感じだぜ。幸せそうな表情でむしゃむしゃとハンバーガーを頬張る新た。オーストラリア留学生活を一体どんな風に過ごすのでしょうか。学校に通ったり、アルバイトをしたり、友達とビーチで遊んだり、充実した留学生活が刻々と過ぎていきます。そして半年が経ち、新たは無事にオーストラリアでの生活を終えようとしていました。いよいよオーストラリアともお別れか。寂しいな。それにしてもこの国ってキャッシュレスが進んでいるんだな。気づけばオーストラリアドルの紙幣をほとんど使わなかったよ。あ、これ兄ちゃんに教えてやんなきゃ。飛行機に乗り込み、名残惜しそうにオーストラリアの景色を見ながら日本へと帰国する新たでした。はあ、帰ってきたぜ。半年ぶりの日本か。当たり前だけど行き交う言葉が日本語ばっかりだな。ちょっと不思議な感覚。あ、そうそう、早速兄ちゃんに連絡してみよう。ハヤトに電話をかける新た。もしもし兄ちゃん、今日日本に帰ってきたよ。おう、おかえり。留学生活は楽しかったか？めっちゃ楽しかったよ。ところで兄ちゃんがビザデビット持っていけよって出国する前に教えてくれたじゃん。それがびっくりするほど便利で、それを教えたくて電話したんだ。新たからビザデビットについて教えられる日が来るとは感慨深いな。支払いはほとんどビザデビットでできちゃったんだよ。タッチ決済でスピーディーでスムーズ。電車も乗れたし、現金が必要な場面でもビザデビットで ATM から下ろせるから、その点も便利だったな。前もってその国の通貨を用意しておかなくてもなんとかなっちゃう。改めて凄さを感じたよ。ビザデビットはセキュリティ面において信頼性が高いのもこのキャッシュレス時代でポイントが高いよな。もしカードをなくしたり盗まれたりして不正利用された場合も保証があるから安心だし。うん、使ったらスマホに通知が届くし、すぐに残高がわかるのも海外では特に便利だったよ。しかもビザデビットなら自分で限度額を設定できる機能もあるから、使いすぎることもなく事前に決めた予算の範囲内でやりくりできたよ。英語力だけじゃなく様々に成長したみたいだな。まあね兄ちゃん、今度新婚旅行でケアンズに行くんだろ。近々会おうよ。話もしたいし、お土産も渡したいしさ。あ、いいね。じゃあ週末遊びに来るか。行く行く。続く。ハヤトのようなスマートな大人の男性を目指している新た、今回の留学で一歩兄に近づいたようですね。スマートな大人なら支払いもスマートでありたいもの。国内も海外も食事や買い物などの日常利用や移動にビザデビットを上手に使いこなしたいですね。今回のポイントを整理してみましょう。
世界200以上の国と地域で使えるビザなら海外でも安心安全。さらにタッチ決済対応ビザデビットならスピーディーでスマートな支払いが可能。ビザデビットは紛失盗難などで不正利用された場合も保証があるから安心。利用限度額を設定できるのでうっかり使いすぎも防げます。アプリで利用額をチェックして家計管理ができる優れもの。海外で現地通貨が必要になった際にもビザのマークがある ATM ならビザデビットで現地通貨を引き出せます。海外に出る方も増えてきた昨今、旅行で、留学で、出張で、様々なシーンでビザデビットを上手に使いこなしてみませんか？